今木よし子から1993年2月12日は、日本の家族。高順高后付の助官。今木定正子爵区の長女。女子学衆院高等科卒業、1929年により、当時の皇太号に出資、浜菊商事という現氏名で呼ばれた。皇太号は、宮中祭祀に熱心で、 旧来の皇室の監修を厳格に守る人物であり、今期は出資中に強くその考えに傾倒したものと思われる。1951年の皇太后の崩御後、当時の自重次長、官路次重長の紹介で、皇順皇后に出資することとなった。皇后の信頼が極めて厚くなり、それを背景に宮中で強い影響力を振るうに至ったが、 入江は今さら昭和天皇付の側近と対立。最終的には昭和天皇の指示を得た天皇側近たちによって1971年自主退職に追い込まれる。入江は1965年以降、その日記で魔女というニックネームで今木のことを記述しているほど彼女を意味嫌っていた。入江が今木について問題視したのは下記の点などについてである。 今木が、真の道という宗教団体の熱心な信者であり、公順皇后にも影響を与えていると、入江は考えていた。今木が、宮中祭祀の厳格な実行に熱心で、しきたりを守らない自重らを手ひどく叱責するなどして、敬遠されていた。宮中祭祀を厳格に実行しようとする今木は、恒例の昭和天皇の健康を気遣い宮中祭祀の実施方法を、 簡略化しようとしていた、イリエラと、相入れなかった。また、高順皇后が次第に、厳格な今城に、感化されてしまい、日本の国がいろいろおかしいので、それにはやはりお祭りを、しっかり遊ばさないといけない。神聖な賢所には、釘一本、打つことは許されません。そのくらい、我慢をできにならぬお神ではないなどと、天皇の健康を顧みない程度にまで、 再始簡略化に反対するようになった。ただし、入江愛政日記昭和45年大晦日の記述によると、厳格化について、高順皇后は、ただ私が考えるだけと述べており、今期の影響によるものかどうかは不明である。1971年の天皇皇后の、法王などの機密情報が早い段階から今期に、 漏れている形跡があった1971年4月、入江はついに皇后の抵抗を押し切って、法王に随行する女官の人選から今木を排除する。5月には、宮内庁長官の宇佐美武氏が、昭和天皇に今木の問題点を洗いざらい創上。続いて、欧州訪問のお供がいけないというのに置いておけないという理由で、悲面の元を得るという事態になり、 ついに今木は、同年7月29日をもって、遺願退職することとなった。今木が、この間、高順皇後,后は、もちろん高松の宮妃、菊子までも動かし、入江川についた北、白川昭子女官長の鋼鉄などを格策したが、昭和天皇が入江を支持したため、今木の格策は、失敗に終わった、と、入江は、日記の中で述べている。 今木は、皇后から、当初の退官予定日だった1971年6月30日に、この度お神に、残言する、ものあり残念なことですが退職させるようなことになりましたが良き時期に再任します昭和46年6月30日、良子というボイニリの手紙を排除したり、退官後の新居が完成するまでの間、赤坂御用地内に仮住まいを許されたが、 高順皇后がこの仮住まいに電話をかけていることが知られると、宮内庁から電話を撤去されてしまった。再任は、空手家たちに終わったが、御用地からの引っ越しの朝、三笠宮妃ゆり子を手図からのおにぎりが届けられるなど、高順皇后をはじめとする一部の皇族は、今木を好意的に評価していたようである。入江愛政日記の交換や今木の遺族の、 証言によってこうした解釈が明らかにされて以降、今木のことがジャーナリズムによって皇室の裏話として時折取り上げられることがある。多くの場合、入江日記で与えられた魔女というニックネームも紹介される。法王情報の漏洩の事実関係は不明であるが、今木が宗教団体と関わっていると考えた入江をはじめとするくない官僚たちにとって、 皇族までも利用して、法王随行や、留任のために工作したり、退任後一年近く感謝へ居座ったり、退居時にトラブルがあったと受け止められた、今木の一連の行動や、今木が皇后自筆の再任を約束する新書を入手した、ことなどは、非常に好ましくないものであった。なお、最も信頼する側近の助官を失った、皇順皇后は気落ちしたためか、 その後心身の衰えが、ひときわ目立つようになったという、ありがとうございます。